忘れないでその一歩が切り開く世界を迷うことない君はもうアクセスキーを クリボレントというグループです。よろしくお願いします。お願いします。喋ってる。全然見えない。皆さん前来てます。前の方にちょっと奥の方の人見えないんで、できればもっと分かったよ分かったよそれは聞こえてんね前の方に。いや僕たちね、まあ2人がチューニス発表会直後から
組んでて、ようやく初のね、箱ライブ。そうだね。そう。で、ライブといえば MC ということでね、さっき MC どうしようみたいな話だって、めっちゃ必死に考えて、初詣というものをテーマにね、話を。今年僕翻訳なんですよ。で、そう。そう。で、僕28から熱出して、年末の、そう、年末のね、12月28に熱出して、1日、3日くらいまで俺ずっと寝込んでて、そう、これが翻訳ってやつだった。すげえガチで来るやんと思って。そう、まだ初詣も行ってないんですけど、っていう話をしてたら、リラリーがね、初詣行ったんだよね。初詣行って、おみくじ引いたんですよ。そしたら、半吉っていうの出たんですよ。半吉って、なんか珍しいな。そうね。半吉って多分、なんか吉よりちょっと悪いんだけど、小吉とかよりは上。あ、小吉より上だ。吉だったんですけど、どう？なんか、その、こう読んでったら、なんか、恋愛みたいなとこに、なんか、何の取り柄のないつまらぬ人間と付き合うのをやめなさいって書いてあって。やばい。え、だ、取り柄あるわ。ないみたいな前提で笑うな。そんな話。そんなね、そんなのろけ話だったんだよね。次に歌う曲がですね、新しい日々という、ちょっとなんか複雑な感じになっちゃったんですけど。非常に複雑な。そう、ラストとの新しい日々を過ごしてください。歌いますか。ワン、ツー、ワン、セット。思い出した君が浮かべば
風が吹く。